はい、それでは本日の対象スニーカーの比較用スニーカーですね。こちらのですね、正規品、まああとは一時流通費エビデンスとして、まず皆さんね、開封シーンからお届けしたいなと思います。はい、完全未開封でございます。はい。はい、ということで、こちら本日のね、対象スニーカーでございます。はい、2023年4月15日発売ナイキエアジョーダン1レトロハイオージーセルティックスブラック&ラッキーグリーン2023ですね。ちょっとね、この後ですね、実は私、もう一足ね、当選しております。下の2足はね、GS24cm が2足当選しております。個体差をね、少しちょっとやった後にですね、比較用動画、開始していきたいと思います。そこからちょっとオープニングトークも含めてね、やっていきたいと思います。はい、皆様お疲れ様でございます。偽物撲滅運動トカチ支部支部長辻村と申します。本日も偽物撲滅運動企画、お家で自分でフェイクバスターズシャープ90やっていきたいと思います。まずはですね、企画の説明やこの動画の真意につきましてはこちらの説明 VTR をご覧ください。企画の説明に移りたいと思います。皆様方がフリマサイトなどの二次流通リセールサイトで購入した今回の対象スニーカーを、私が所有している一次流通品または第三者機関鑑定済みの正規品と認められたスニーカーに限定し、動画上であらゆる角度から比較することによって、偽物の撲滅運動、そして皆様方が所持しているスニーカーの中でこれは偽物かもしれないといった偽物に対する不安解消につなげるための動画企画となっております。またナイキクオリティ個体差がよくわからないという方はですね、今回の動画では説明を省略させていただきますが、ぜひこちらのバックナンバーシャープ82の動画のですね、冒頭2分から4分16秒までのおよそ2分間の説明をご覧いただければと思います。結果としてですね、私が皆様方に言いたいのはですね、個体差を知ってから本物を知ることが一番重要なことであると。個体差を知らずしてこれは偽物ではないかと不安になるのはですね、ただの知識不足に過ぎないということです。また過去さまざまなスニーカーの企画動画を公開しておりますので、ぜひその他のバックナンバーも参考にしていただければと思います。はい、それではですね、まずボックスラベルの方から見ていきたいと思います。フォントの違い、それとこの字体のですね、上下左右の配列バランスを比較してください。あとはね、メイドインチャイナ、こちらのモデルはね、大文字となっております。小文字の時点で偽物です。続きまして、このラベルのですね、剥がした時に裏側にですね、シール基板が入っております。まあ、左にね、ありますようにこんな感じでね、入ってます。表からもですね、このようにね、うっすらとこうグネグネした基板シールがね、見えるかと思います。まあ、これがね、あるかないか、それもチェックしてください。続きましてボックス全体ですね、照明などを照らしてボックスのですね、凹凸感、要は段ボール感と言われるね、若干ね、これうっすら線縦ラインね、見えるかと思いますけども、偽物のね、クオリティが低いもの、左側に写真があります通り、ものすごく凹凸感がね、目立ちます。そういった場合はですね、もうこれ偽物確定と、はい、なりますので、このぐらいのうっすらとしたね、こっち側だと横ラインが見えるかと思いますけども、くっきりはっきり見えるような、ね、レベルであればもう完全に偽物です。はい、続きまして上蓋刻印ということなんですが、今回ね、私のところの一時流通品2足ともですね、あちらとこれね、上蓋刻印はございません。下箱の方にね、刻印があります。まあ、ただ刻印に関しましてはね、全くないものもありますし、スーッシュスタンプのね、赤い刻印だけポンとお刺さったものもね、ありますんで、そこまで気にする必要はないかなと思います。あと YCM シールに関してもこのモデルおそらくないかと思います。まあ、YCM シールがないとね、足数が多い可能性が非常にまあ高いかなというような感じです。はい、続きまして、黒タグの方ね、見ていきましょう。左にありますのが偽物の黒タグになっております。一番簡単なのはですね、ご使用前に必ずお読みくださいと。この辺の字体がですね、太い、もうこれ完全に偽物です。あとはですね、素材表記、例えばね、これ甲のところに天然皮革プラス合成繊維というふうに記載がございますが、それ以外のことが書かれていてもこれ偽物になります。また黒タグに関しましては、このようにカッタクがあるもの、マットタイプ、字体がね、濃い黒、あとは薄いちょっとグレーっぽい字体、まあ、これはね、偽物ではなくて、個体差の範囲内ということでご認識ください。で、今回ね、替え紐がですね、このようにシューレースというね、ケースにブラックのシューレースが入ってます。ムーブトゥーゼロですね。全体が
ブラック、そしてナイキのロゴがラッキーグリーン、まあパイングリーンぐらいのね色味ですね。結構黒いぐらいで、今までのですねドリームセルと言われる、まあ従来品ですね、こちらですね、このドリームセルって書かれたこれとですね物が違いますね。でおそらくこれメンズ 8.5 ウィメンズの場合は10ってなってますけど、メンズウィメンズ両方の仕様になってるのかなと。で、作られたらインソールのねブランド名がないということは、これ自社でもしかしたらナイキさん今まではこう多分ドリームセルっていうところに頼んでたのかな、社外だったものをナイキの自社工場で作ったとか、まあそんなことなんでしょうかね。全く別物になってますね。はいはい、それでは、本体、ディテールね見ていきたいと思います。まずはですねよいしょ、外側アッパーの方ね見ていきましょう。まずはねフォルムですね、これすごく重要です。このフォルムをしっかりと目に焼き付けてください。偽物、まあ特にクオリティ低いものはねもう全く、フォルムが違います。なのでパッと見た感じで分かっちゃうんですよね。はい、ちょっとクローズアップしていきましょう。ウィングロゴですね、刻印の押印があるもの、あとはね押印がちょっと薄いもの、まあ、今回の私の2足とも刻印はしっかりと押さされてますね。あとスムースレザー基本的には採用されておりますが、まあここはねシュリンク、タンブル、スムー、あでもスムースレザーかな、あのレザーのね質もちょっと違うものがね個体差としてあるようです。はい、もうまさにこの頭部分のレザーに関してはシュリンクじゃないですかね。内側のねアッパー見ていきましょう。はい、続きまして頭部分ですね。でこちらメンズとなりますので頭のホールケーですね、大きいタイプになってます。ウィメンズのようなですね小さいホールケー、これは偽物になりますので、気をつけてください。続いて終端見ていきましょう。終端でタンタグ、裏側も見ていきます。はい、こんな感じですね。そうそうそう、シューキーパーはね最近はこんな感じで細し、うん、シューキーパー茶色いシューキーパーは入っておりません。はい、その辺も今までとちょっと違うところかなと。続いてですねライニング見ましょうか。はい、ライニングこんな感じですね。続いて内タグです。内タグ見えますでしょうか。でこちらですね、工場が今回 XB ということでメイドインチャイナですが、今までの XH、XC、まあ、それによってねここのシールですね、この色がね違いますよという話をしておりました。 XC がね白で XH が黄色になってますが、今回 XB もね白ですね。 XB はね今までジョーダン1ではどうでしょう、採用されていなかった工場なんではないでしょうか。なのでこの辺がまたね今回のセルティックス従来品と違うかなと。はい、まあ、インソールの素材だったり縫い糸縫い方等はちょっと雑感はありますけどね、まあ、これもナイキクオリティっていうやつですよね。続きましてヒール部分ですね。ヒール部分もね、フォルム形状しっかりと見てください。はい、続いてミッドソール、そしてアウトソール。このアウトソール、ミッドソール、全般的にこのソール部分、これはですね、偽物であってもかなり本物にね近いレベルで作れてしまうので、心眼のポイントという部分ではねそこまで重要ではないです。なので本当さらっと見るぐらいでいいかなと。例えばこの星型の凹凸具合とかね、列、これ今4列ですけど3列タイプもあるんですよ、同じモデルでもね。その辺はもう完全に個体差です。いや明らかに違うのは別ですよ。はい、最後ねちょっとマジックライトやっていきます。ミッドソールの縫い糸反応あり、アッパーの白いレーザー、スムースレーザーのところ反応ありですね。それ以外は反応なしですね。はい、で中底も縫い糸反応あり、シール反応なしですね。はい、そうそう、ちなみにですねこの GS のね24センチ、まあ GS は全般そうだと思うんですけど GS も工場違いますね。これ見ていただけると分かりますか、 XH、 まあ従来品です。まあ XH なのでおそらく中は、黄色いシールかなと。はい、こんな感じでね黄色いシール、しかもあれですねウィメンズみたいな、中底になってますね、白のね。しかもインソールも従来品の糊付けがないパターンと。あ、これはまたちょっと
発見ですね。まあ、あんまり GS はね、お家でフェイクバスターズの対象品としてはやらないのでね、あれですけど。はい、ということで、あらゆる角度から比較をしていきましたが、いかがだったでしょうか。些細なことでもね、構いません。何かご不明な点などございましたら、気軽にコメントいただければと思います。それでは本日の比較は以上で終わりたいと思います。お疲れ様でした。